わこさん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、このグリーン周り、はい、まあ、得意のアプローチウェッジ、はい、まあ、僕たちだと58度、はい、とパター、はい、どっちの方が寄せれるのか、はい、まあ、検証していきたいなと思います。で、今回は、まあ、白いボールで58度、はい、黄色いボールでパターを各自打って、はい、まあ、どれくらい寄っていくのかなと。大体3球の平均を取って、そうね、やっていきたいなと思います。はい、で、まあ、やっぱりこう今ね、真夏ですから、はい、芝生がこう元気ですよね。元気なんですよ。はい、だ冬と違って、まあ、比較的アプローチは簡単だとは思うんですけど、はい、それでもパターの方が優しいのか。お、うん、確率で言えばね。はい、でも僕らも散々こう58度でやってますから、はい、自信はあるわけですよ。自信しかないですね。自信しかないよね。はい、で、以前9番アイアンと58度やりましたね。でやったんですよ。はい、で9番アイアンのアプローチって、まあ、年に1回やるかやんないかっていう話だったじゃないですか。はい、でも結果一緒ぐらいだった。毎日やってる58度と年に1回の9番アイアンがほとんど寄ってる範囲は一緒だったんですよ。そうでしたね。ってことは9番アイアンの方がやっぱり確率いいよねってことになったんですよ。はい、多分皆さんにとってはその方が、そう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 、はい、だから僕らもこんな夏のパターはあんまりやんないから、はい、まあ、それでもどうなのかみたいなことをちょっとやっていきたいなと思います。で、ここはですね、2ヤードと5ヤード7ヤード、はい、まずは7ヤードからねやっていきたいなと思います。はい、まずは58度で、まあ、ちょっと逆目のアプローチ、上り。もうこれはね、ワンクラブ以内にはつけないと、僕らは。そうですね。うん。あ、ちょっとオーバー。ちょっと強く入っちゃったね。強く入るな。毎日やってるでも逆目を意識してるから強く入ってんのか。まあまあまあ、うん、ちょっとね、でこんだけ毎日やってても最初の2球失敗したみたいなもうゴールが最初の1球勝負みたいな、あれはね終わってる。ハッチシュってあんなアプローチは終わってます。はい、ということで次はパターパター、まあ、ちょっと今日はグリーンのスピードも重めですからね、それもちょっと考えてたんですけど、パターで。さすがにね、まあやっぱり夏の芝生ですね。あ、2球目はねラインもバッチリ、うん、ちょっと当たっちゃうからこの辺。まあ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 、はい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 、まあでもまあミス、まあ1球目、これ1球目、はい、はい、これ1球目、まあ寄ってるのはパターよねそうですね。まあ、ただ1球目で感じつかんだっていうのはあるから、はい、これをこう毎日パターとかで、毎日っていうか、まあ週に何回か練習してれば、もしかしたらこれぐらいのカラーというか、はい、フェアウェイをね2ヤードぐらいだったら3度よりパターの方がパターの方が確率がいいかもしれん。もう一回同じところを、うん、まっちゃんがね、はい、まっちゃん自分のウェッジ持ってきますか。あ、じゃあ自分ので、はい、まあだから確率だから、ね、要はその日の一発勝負じゃないじゃないですか。言ったら年間10ラウンドする人だったら、はい、平均取ったらパターの方がいいよねってなるのか、はい、まあ、年間100回ねゴルフ、まあ、3日2ヶ月する人だったら、やっぱりパターの方が1打に、まあ、てか20打30打縮まるかもしれないから。そうですよね、うん、そうなのよ。じゃあまず3度で、3度ですね、うん、確かに結構逆目ですね。いきます。
ナイス。もう毎日やってますから。毎日やってで、はい、さっきもアプローチ結構やってましたからね。ラウンド中。やってましたっけ？ラウンド中アプローチ出たでしょ結構。グリーン外してました。まあ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 ね。まあまあまあ、自信あるからね。こういうこともありますね。うん、これ。自信があるからですね。自信がある。で、まあ、皆さんは自分の自信のあるクラブとパターン対決だから。そうですよね。で、皆さんがいつも52使ってるのは52。はい。あ、これは素晴らしいですね。ちょっとこの手前のボールだけちょっと横に、はい、うん、避けちゃってください。もう本当にワングリップぐらいですね。そうですね。はい、はい、ちょっと避けちゃって大丈夫です。はい、はい、パターでね、次はパターで。あ、パター。まあでもこの夏のラフで、あ、ラフっていうかこのフェアウェイで、はい、パターでやることってまずないじゃないですか。ないですね。だから言ったらこれもまあ年1年2レベルの夏で考えたら、夏の、そう、夏で言ったらいや、ほぼやらないです。やらないですもんね。はい。まあ、俺のみちょっとね参考になったとは思いますけど、いやでもやっぱり感覚ないんで、うん、どれくらいで打っていいかっていうのは分かんないんで、本当に感覚でいきます。激うま激うまやんないよね。またもうちょっと離れようかね。多分2ヤードないでしょ。 2ヤードって言ったから、そうですね、うん、もうちょっとですね、うん、ここっすね。そうそうそう、うん、この辺ですかね。うん。だとしても、だとしてもうまい。マジっすか。ちょっと強く入ったけど、いやいや、ワンクラブあれくらいはよくあるっすね。アプローチだと、まあさっき言ってた僕なんかもうね、そうですね、すごいオーバーしてましたから。3球目いきます。なんかあのしっかり、うん、なんですかね、プロラインというか右からこれさしっかり、まあ、さっきアプローチは1球入ったじゃないですか。1球入りましたね。入ったけど、はい、これ全部 OK じゃないですか。まあもう確実にこれとこれはもう OK ですよね、うん、ね。まあそれもまあちょっと距離はあるけど、ワンクラブぐらいあるけど、うん、でももうアプローチすること考えたら、はい、まあダフリトップを考えたら寄ってるよね。寄ってますね。年一の年一ちょっと距離足そうか。はい、ちょっともうちょっと向こう行って、ちょっとじゃあ場所変えて、はいはい、では場所をちょっと変えまして、このフェアウェイの部分が4ヤード、はい、でグリーン上がってから、まあ、14ヤード、はい、まあ、ありがちな状況じゃないですか。まあもうよくありますね。でこれが10ヤードとか離れたらもうさすがにパターン持たないと思うんですよ、はい、ここだったらギリギリ持つかどうかみたいなところだと思うんで、はい、やっていきたいと思います。まずはパターからやっていきます。はい、さすがにか。さすがにすごい食われ方したね。そうですね、4ヤードさっきの倍ですからね。うん、激うま感覚がね、はい、これでもさ、まあ、これもワンクラブちょっとじゃないですか、はい、まあ3ホールグリーン外したとして全部パターでやったらこんくらいの確率になるってことだよね。そうですね。っていうことは2球ぐらいはパー取れるかもしれない、3ホール中2つ。でかいですね。でかいよね、3ホール。そうそうそう、そう考えたらさ、もうほぼ完璧ですよ。アプローチだったら全部取れない可能性もあるけどね。間違いないね、まあ、全部パー取れる可能性もあるけど。え、でちょっとじゃあ今度58、はい、
まあこれはもうほぼ OK だったね。ほぼ OK でしたね。うん、さすがにね。あーやっぱこんくらいの距離になると俺は3度の方が、58度の方がイメージがちょっと見に行きますか。はい、完璧ですもん。んそうだね。はい、まあパターで打ったやつは、まあ、1球失敗、はい、これちょっとパー厳しいみたいな。そうですね。でもまあこの範囲じゃないですか。まあウェッジこの3つね、まあ、ほぼパー取れる感じだけど、はい、パターでも2球はパー取れるとこまで来てるね。そうですね。年1しかやんない。年1なのに、いやーそう考えたら3ホールグリーン外して同じような条件っていうか、はい、あれして、まあ言ったら感覚がつかんでくるわけじゃないですか。そうですね。でやってたら結構寄せるってことだよね。パターの方が今のところ、まあ、一発目から寄るってことはないかもしれないけど、はい、確率はいいよね。もう朝のパッティングに3球やったら完璧です。だからその普段からちょこちょこやってたら確率がもっと言ってくるわけだから、はい、毎日やってるこれより58度よりも感覚が良くなってくる可能性はあるよね。確かにそうですね。いや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 、何ですか夏のこの、いやさすがにね、シャ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 ンっつってね、まあさすがに、うん、さっきの2ヤードぐらいの幅だったら、うん、わかります。これは俺ら絶対やんないもんね。絶対下手したら冬でも、まあ冬、いや冬はやるんじゃない。まっちゃんパターから、はい、うん、もう絶対やんないじゃんこれ。絶対やんないです。まっちゃんパターからね、はい、絶対やらないですね。よくワッコさんあそこまでやりましたね。いやでも1球目はさ、はい、うまく打ったと思ったけどやっぱり2ピン手前だったね。そうですよね。パン、よし行きます。俺と一緒のようなね。ああなるんですね。なるんすよこれ。でも感覚つかんで、はい、いや今回はパーセーブできなかったみたいだけど、そうですね、あれまた同じような条件来たなみたいな。さっきと一緒だな、うん、こんくらいかみたいなさ、さっきよりちょっと強めかみたいな感じですもんね。あ、呼んないねまっちゃん。年一、年一だね。やっぱりさすがにか。さすがにそうっすね。さすがに4なかったね。3球とも、3球ともちょっといかなかったですね。うん、さすがにちょっと4ヤード回ると難しいか。うん、そう、ここもライン読まないといけないのは僕は慣れてないですね。しかもまあかなりね芝生が立ってるからね。そうですね。アプローチで僕はアプローチはもうあのボールぐらいにキャリーさせたら大体こう寄るっていうね。まあなんとなく感じは掴んでますよね。うん、あの手前の黄色いボールですよね。そう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 、確かに。でパターだけはさ練習いらないからね、打ち方の。確かにそうですね。アプローチはいろんな打ち方あるけど、はい、パター打ち方練習いらない。まあ普段通りに強く打つか弱く打つかだけだから。もう結果出てるじゃないですかそれ。パターっていう、いやさすがに。いきます。あれアプローチもあんまり。そういうことっすね。まっちゃんが思ってるよりちょっとグリーンが今日は重いんだよね。あれくらいってちょうどいいっすね。まあそうだね。うん、これは変な鳥したな。アプローチあれありますよね。アプローチはああいうミスもある。そう考えたら結果なんか1球しかやってないから、パターの勝ちですよ。勝ちだよね。だって
330日対1日で1日で確率が一緒だからかかって僕まあ多分ショートゲーム、うん、なんかちょっとこう感じが悪い日って、うん、多分パターでもアプローチでも、うん、多分あれくらいな感じになるわけです。そうだね、っていうのを考えたら、うん、年一のパターの方がそうね、やっぱり皆さんにはいいスコアに優しいかもしれないっていうか、練習がいらないからね。そうですね。ちょっとさ、もう一個やりたいんで、これ今手前からだったじゃないですか、はい、奥から、あ、下りとですね、うん、下り場所移動しましょう。わかりました。はい、じゃあグリーンの奥に。そうですね、奥からまあ下りの、はい、まあ、ちょっとデリケートな、そうですね、ラインじゃないですか。はい、下りスライスで一応ここは3ヤードぐらい、3ヤードちょっとしました。はい、でそれこそ本当にアプローチかパターか悩むところではあると思うんですよ。はい、パターからやっていきたいと思います。お願いします。いや、下りで奥も下ってるし、トップしたらやだなとかさ、そういうのもあるからね。いろんなこと考えますよね。うん、これなんか自信あるな俺。なんか自信あったんだね今。うまくね距離感出てきたもん。もうやっぱり練習すれば、え、まだだってワッホさんこれ7球目ですよ練習すればすぐよ。マジっすか。ライン出てるもんな。ライン出てるよねか、同じ感じ。いや、だからやっぱり練習したらさアプローチ超えるんじゃない。もうアプローチ打たなくて大丈夫ですよ外からパターの岩尾って言われる、転がしの岩尾、転がしの岩尾あいつどこでもパターでさ、アプローチちょっと怪しいのかなとかって言われてさ、周りからは。で、打ったら普通なんだよ俺3度ね、58。あれ、え、け、だから、え、え、本当にアプローチ練習してんの？いや、あんなに突っ込むの怖いよ。いや、突っ込むの怖いですよね、下りで。うん、怖い。あれあれあれ。まあ、場所、打った場所は一緒ですよ。ちょっと見に行きますか打った場所は一緒。うわぁ、完全にパターじゃん。パターで打ったやつは、あ、もう OK ですよ。あ、もう完璧だねみたいなさ。これは痺れますよ。いや、全然違うね。全然違います。まっちゃんもう次7球目じゃん、はい、うまくいくと思うよ多分。いや、もうちょっとまだ僕感覚つかんでないですねいや、なんかやっぱりね、下りの方がイメージ出るのかな。ずっと転がるから、要はサンドだとスピンが効いてここからゴロゴロゴロみたいなのあるじゃない、はい、でもシャ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 ンつって転がってって、なんかイメージがね。本当ですか。出ますよ。まっちゃんはどっちから行く。僕はアプローチから。アプローチから行く。じゃあ、はい、じゃあアプローチから。アプローチからですね。結構難しいよねアプローチは。いや、よくでもワッホさんそこまで寄りましたね。いや、下ってるしさ。いや、そうですよね、うん、ちょっと難しいアプローチですもんね。難しいアプローチ。これはいきます。まあ、あれだったらいい方ですね。まあそうだね、まあナイスって言われるぐらいの。そうですよね、うん。これはちょっと微妙ですね。ラインがずれてるね。ちょっと右出てますよね、うん、うん。まああのくらいですよね。うん、夜気してきたでしょ。いや、
る気はあんましてないですね。夜る気はあ、ちょっとこれ打ったやつ直していいですか。うん、いいよ。うん、夜る気はあんましてないんですけど、うん、本当に夜るのかっていうちょっと楽しみでもありますね。いきます。ナイスアプローチ。もうもういきなりにしちゃう。いきなりにしては7球目だから。まっちゃん、あんま手前気になんないですね。気になんなくなってきたよね。はい、4ヤード1回経験してるからですね。経験してるからかな。はい、手前だってもうグリーンみたいなもんですよね。もう一緒だよね。はい、これちょっと弱いか。食われたっすね。コン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 。食われてもアプローチと同じぐらいよ。確かにそうですね。練習しないで済むんだからパターは。確かにそうですね。うん、食われてあれだったら。そうよ、アプローチはダフルトップあるからね。確かにそうですね。まあ芝生の影響ももちろんありますもんね。うん、ちょっと警戒した。やべ、あちょっと見に行こうかな。じゃあ最後ちょっと警戒したな。まあちょっと行っちゃったけど、はい、まあ今回これはアプローチの方がやっぱり多少寄ってるかな。多少、まあ、でも練習のしてないパターと比べたらまあ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 どっこいどっこいかなみたいな。そうっすよね。まあ、あれだけちょっとオーバーしましたけど。そう、まあどっこいどっこいですね。まあアプローチをずっとこう練習してやってる僕たち、はい、年一のパターで比べたらかなり分が悪い勝負だった。勝負というか検証だけど、はい、やっぱり皆さん僕らみたいにアプローチばっかり練習できないしね。まああとアプローチってやっぱりグリーンに打つか打たないかもあるじゃないですか。そうね、全部芝生のところにアプローチするのと、うん、やっぱグリーンのところにこうちゃんと打つのとではちょっとアプローチの感覚も変わってくるじゃないですか。そういうちょっと何言ってるか分かんない。どういうことですか、どういうことですか。アプローチグリーン、ああそれ言ってくんないと分かんないよ。練習アプローチ練習グリーンの話ね。そうです、そうです。何言ってんのかなと思って。いや全然だからそのグリーンに落ちる感覚も、そうアプローチ練習グリーンでやっぱこうベントのところってないからね。そうですね。高麗のアプローチ練習グリーンだと感覚も養えないってことですよね。そうです、それが言いたかった。それが言いたかった。そういうこと。説明不足すいません。だからそう考えたら確率いいかなと。そうですね。だからパターンもやっぱりまあ練習すれば打ち方は必要ないから、はい、距離感だけを磨けばいい。そうですね。パッティンググリーンがあったらいつでも練習できますね。できる。そう考えたらいいかな。まあ僕らがそれでねやるかって言われたら、はい、やっぱり自信はやっぱりアプローチの方があるから、はい、まあ、あの手この手で寄せていくとは思うんですけど、はい、でも皆さんはちょっとそういうのも頭の隅の方に置いてやっていただければ。そうですね、うん、でも僕なんか思ったんですけど、さっき一番最初にやった2ヤードくらい離れてるとこだったら、うん、実際パターでもいいかもしれないね。あれ一番寄ったじゃないですか。そうだ、ね、一番最初で僕あのグリーンがツルツルのカチカチだったらやっぱりパターなんですよ。あ、そうですね。やっぱりキャリーでグリーン行っちゃうとね、あの早かったりした場合は行っちゃいますもんね。そうだ、グリーンのスピードが遅いところはアプローチでもいいと思うんだけど、はい、早くなればなるほどパターっていう選択肢を入れてやると、まあ、いいんじゃないかなと思いますけど。うん、いや、やっぱり転がしがいいんだね。やっぱりどんな夏だろうが冬だろうが、うん、転がしの方がそうだね、わりかし優しいんだね。そうですね、確率がいいというかね。本当に100ラウンドやったら、はい、何十だって縮まってるかもしれない。かもしれないですね。かもしれないですけど、まあ皆さんねちょっとこうお試しな感じでやってもらえるといいんじゃないかと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。パターかね。そうやってやってるとパター寄ってるよね、割とね。パター思ったより寄りますね。やらないけど、はい、寄ってるよね、割とね。寄ってますね。それ本当に確率っていうか何十ラウンド何百ラウンドで考えたら本当に縮まってるかもしれないね。いや、そうですね。アプローチダフリトップする人とかは、はい、パターを磨いた方が俺ね、まああのこうチッパーあるじゃないですか、はい、
キャスコさんで出てたりとか、はい、最近プロデューサーさんで出てたりするんだけど、はい、まあ、チッパー入れるのもいいと思うんですけど、チッパー入れる1本だったらパター練習した方がいいかなと思うのと、はい、チッパーと同じロフトのアイアンで1回練習してみるのがいいんじゃないかなと思うの。あ、チッパーってまあ35度とか、そうですよね、ってことは8番アイアンぐらいなのかな、はい、まあ87ね、はい、でそれで1回練習してから、あ、チッパーの方が優しいと思うんだったらチッパーを買うとかさ。確かにそうですね。最近なんかその、まあ、プロデューサーさんで新しく出したりだとか、はい、まあ、いろいろこう見てるんだけど、うん、まだ多分試してないんだよね、8番アイアンとかでみんなアプローチを。まあやらないですよね、なかなか。でもチッパーをもうってことは一緒じゃない？一緒ですね。まあ重さとかね、やっぱり滑りやすさとかある、あると思うんだけど、はい、一回試してほしいよね。確かにそうです ね。まあその辺も含めてね、まあ、転がしっていうのを、はい、ちょっと練習してみてもいいんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。